冷泉公園の戦災記念碑でございます。ご覧になってるんだけど、ここ入ってくるのにね、もう見てこれ、オクトーバーフェストをやっててですね、もう中へ入られへんんですよ。で、許可を得て入ってるんですよ。お前ね、それ許可を得んとね、こんなとこで、博多のとこで何しようか知らんけど、そんなとこで交流されるわけにはいかんので、で、こう名盤がそんなないんですよ。これは生花か？あ、これ生花や。これでも、こう、オクトーバーフェストやってる間って、こう、花を手向けに来られないですよね。これ、盤って誰でも入れるんですか？それは入場料なしで。はい、ああ、ほなその時に、はい、もう夕方ぐらいが開くわけでしょ。バンとかね。明日は11時から。土曜とかは、はい、はいはいはい、もう最後ですもんね。だけど、もう29日までしかありませんので。ね、ほな。その間はこれ20日から始まってるから、その前からやってたとしたら、もう1週間ぐらい経ってるからしおれてきてるってことなんですよね。これでもこれ生花やから。生花こなして飾りにというかね、こなして来てはる人がいてはることですよね。あ、そうでしょうね。そうですよね、はあ、ありがとうございます。でここ裏に回って名盤あるんかなと思ったら名盤もございません。名盤がですね、名盤が こんなやつしかないです。博多大空襲で亡くなった方のですね慰霊ということで建てられております。これもう見てください。オクトーバーフェストでね、これちょっとこの上のあのあれだけをなんかガルーダかなんかわからんけど、人は取りませんから。ガルーダ象徴的やから、このガルーダみたいなやつだけここだけ取った。見ても素晴らしいな。これ博多はすごいですよ。同じ山笠というね、お祭りがあるんですけど、これドイツのなんか象徴みたいですね。ということで、はい、冷泉公園のやつはあんまり面白くないやつでしたけども、なんとか中へ入れていただきました。